神様とは何か？命題として証明した。としたらそれは一つのエポックではあるはず。人間の意志、その相違である、として。今は、ゲームを遊んでいる。ただ敵はどっち？横島を抱くと、それ、に自身が制御されていく、行動パターンが出てきて、最後まで。それ、は果たしてどっちだろう？通知の悪を続けてる、自身の正義をかけて。それは、救い、を求める立場へ己を追い込んでいるのか、あるいは、削れているのか。自分が、その苦境に陥っても打開できる。なら、それは否定できる。あるいは救援になる。それは確か。しかしゲームはどんどんと難易度が上がっていくのが定例ではあり。苦境へ陥る、それはどういう意味か。希望は、ある。ルーチンワークは崩れていない、しかし。現実はどっちだろう？世界は今、何と戦っているのか？